across all history, the truly strong remain shrouded deep in darkness, hidden from society. They carefully erase all traces of their existence, so that when later generations look back on history, it is as if they were never there. But sometimes, even the most perfect plans to erase one's tracks leave unexpected loose ends. This tome was one of those loose ends, left behind in charred ruins. What secrets lie within? ザサラメール、我を作らしめき。書物の書き出しとしては上等くらしいが、本が自らの来歴を語るというのも奇妙なものだ。あまり気張ることなく戯れに記した書物なれば、それも一興としておこう。さて、邪剣ソウルエッジと呼ばれる一振りの剣、一般には知られることのないその秘密をここでは記していこうと思う。だが用心することだ。邪剣を求めし者にはそれ相応の結末が待っている。古代な表現だと笑う者もいるかもしれない。しかし実際にその剣を握ったことのある者がこの書を読んだならば、私の見解に賛同するだろう。ソウルエッジの来歴については定かでない。はじめは何の力も持たぬただ一振りの剣だったと言われている。だが幾多の戦場を駆け巡るうち、いつしか負の力を集積し、やがて邪剣と呼ばれるに至った。これは誤りのないところだ。ソウルエッジを握った者は意志の自由を奪われ、剣に従属し、その血の最後の一滴が尽きるまで殺し尽くす。歴史の端々に姿を現しながらも、その正体を知る者が少ないゆえんだ。しかしある時代、剣に支配されることのない強い精神力を持つ人間が現れた。それが英雄王だ。戦によってのみ大事を成し得た古代において、ソウルエッジを滑ることは世を滑ることに等しかった。英雄王が乱世を平定し得たのは必然とも言えよう。英雄王の名をここに記すことはしない。あるいは今後語る機会もあるかもしれないが、それは今ではあるまい。英雄王がソウルエッジを失ったのは、嫉妬に駆られたその息子のためと言われている。自らの手で息子を殺してしまった英雄王が、残された邪剣のかけらから生み出したのが霊剣ソウルキャリバーだと。そう、邪剣と霊剣は源を同じくするものなのだ。知る者ぞ知る邪剣ソウルエッジの名に比べ、霊剣ソウルキャリバーの名を知る者はほとんど皆無と言ってもいいだろう。霊剣が世に知られることのなかったことにも理由がある。英雄王の生み出したと言われる霊剣、しかしその実、命を懸けた英雄王の試みは失敗に終わっていた。霊剣ソウルキャリバーを完成させたのは英雄王の意志を継いだ後世の人間たちだったのだ。それが霊剣を守護する一族だ。霊剣を守護する一族は密かに霊剣を持ち去り、歴史の闇に身を引いた。そして世の人々にはこう説いたのだ。英雄王が生み出した霊剣、
その力を悪用させぬため、そしてソウルエッジの脅威に備えるため、世俗より身を隠し霊剣を守り伝えていくのだと。霊剣を守護する一族がソウルキャリバーをタクスに値すると判断した人物は少ない。近年の一例は中世ヨーロッパに生まれたとされる一人の王だ。かの王はブリテンに生まれ、霊剣を手にしてヨーロッパの広い範囲を治めたとされる。私はその実在も含めて懐疑的な立場だが、伝承をもとに判断するなら、王は霊剣を守護する一族と何らかの関係を持っており、霊剣を譲り受け、おそらくは邪剣を手にした何者かと戦ってこれに打ち勝ったと考えるのが妥当だろう。王の死後、霊剣の行方は知れない。霊剣を守護する一族のもとに返却されたと見るべきかもしれないが、その頃すでに一族には凋落の気配が色濃く漂っていたことにも留意が必要だ。しかし王の再来を待ち望む者たちもいた。王の死の間際、傍らに仕えていたという騎士が失われた霊剣の探索と王剣の復帰を掲げ、密かに立ち上げたのがアバル機関と呼ばれる秘密結社だ。実に長い期間彼らはよく秘密を守った。この私をしてからが彼らの内情を知ったのは比較的最近のことだと白状しよう。過去の王に忠誠を誓うアバル機関の人員は霊剣を探し出すとともに、邪剣に属する存在や人にあだなす怪異、異分子と彼らは呼んでいるが、を秘密裏に、しかし確実に始末していった。強固な結束を誇るアバル機関だが、このところの動向を探ると、何やら組織内にも動揺が広がっている様子だ。歴史の裏側にまどろんでいた邪剣ソウルエッジを目覚めさせた人物、それが海賊セルバンテス・デ・レオンだ。セルバンテスは骨董品オークションでソウルエッジを落札した人物を戦場で襲撃、邪剣を手にし、その傀儡となった。ソウルエッジは持ち手によってその形状を自在に変化させる。この時邪剣は二振りの剣へと変貌を遂げたのだ。そして30年近い休眠期間の後、その出来事が起きた。邪剣を手にしたセルバンテスがある女戦士に敗れ、邪剣の一振りが破壊されたのだ。霊剣と直接に相対することなく、その半身を破壊されるという事態は邪剣の歴史の中でも異例のことだろう。そしてその直後、イビルスパームが発生した。ソウルエッジの持つ邪気が全世界という広範な規模で放たれたのだ。イビルスパームがなぜ起こったのか、その落ちた土地で何を引き起こしたのか、指し者私も知る術を持たない。
ただイビルと呼ばれる邪剣の眷属がこの頃から急増したことは確かだ。イビルが何を指すのか、定義づけという意味では非常に曖昧なままであるが、現象の現れ方が実に多様であることを踏まえると致し方ないことかもしれぬ。怪物のような外見へと変貌する者もいれば、一見して人間と姿形の変わらぬ者もいる。人間ではなく動物が邪気に囚われてイビルと化すこともある。闘争本能が肥大し凶暴化することが共通点と言えよう。飢えた野獣のような狂戦士となって他者を見境なく殺す者、理性を保ち策略を巡らせてより強い相手を誘い出す者。イビルは姿勢に紛れ闇を味方として血を求めている。イビルスパームの発生からしばらくしてナイトメアという名の青騎士が現れている。ソウルエッジを持つと言われる青騎士は見境のない虐殺行為を繰り返しているというが、これは邪剣の行動原理と合致するところだ。この人物の正体をいずれは私も見定めたいと思っている。先に触れた暴る機関が青騎士によって打撃を被ったという情報もある。その上でなおイビルスパームに強く興味を持った人物が機関内部にいるらしいことは興味深い。さて、歴史上に姿を現した邪剣ソウルエッジとは対照的に、霊剣ソウルキャリバーの行方は今なお謎に包まれている。私もその痕跡を追うことはしなかったが、それは単純に興味を失っていたがゆえだ。改めて調査を試みたところ、時期は定かでないもの、ある人物の手で東国の寺へと運ばれたことははっきりとした。ソウルキャリバーを作り上げ、その力を増すために使われた宝具、あらゆる力をも吸収する痕、邪気を清める鏡もその時共に持ち込まれたようだ。その頃霊剣を守護する一族に何があったのかは推測の域を出ないが、すでに没落の一途をたどっており、霊剣をはじめとした宝具すら手放さざるを得ない状況だったということは容易に想像できる。その寺、後に武術寺として名を馳せることになる臨床寺では、霊剣と二つの宝具を合わせて三宝と呼び祀った。しかし今そこに霊剣は存在しない。イビルスパームが起きた際、臨床寺はその影響を極めて強く受けた。おそらくは何かしら邪気を引きつける要因があったのだろう。武を治めた門弟たちは狂気と闘争心に支配され、互いに殺し合った。一夜にして臨床寺は滅びたのだ。それゆえ霊剣の行方は用として知れぬ。だが私は臨床寺の生き残りが一人いるという事実をつかんだ。この人物が霊剣を所持している気配はないが、注目に値する人間であることは間違いない。彼がどんな力を持ち何を成し得るのか、私としても注意深く観察したい。
の書物自体がつれづれに書き綴られたものではあるが、立脚点を明確にするため、僭越ながら私自身のことを語らせてもらうとしよう。何を隠そう、私は霊剣を守る一族の出身だ。霊剣を守る一族には厳しい戒律がある。その一つは、一族の者が霊剣を手に取ってはならないという禁忌だった。だが若き日の私はどうしても衝動を抑えることができなかった。私の企みは発覚し、腕を潰されて一族を追放された。私は絶望のうちに生きる道を探した。そしてたどり着いたのだ、転生の術に。失われた知識の中に見出したその秘術を、私は長き修行の末に身につけた。世代を超える存在となった私は何度も転生を繰り返してきた。しかし私は気づいていなかったのだ。永劫の生を得ることの代償に、転生の度私は死の苦痛を味わった。魂をすりつぶされるかのような痛みと苦しみは筆舌に尽くしがたい。そう、私は死を免れたわけではなかったのだ。生あるうちに何を成し遂げようとも逃れがたい死はやってくる。我が墓標は数あれど、魂安らかなる寝床はどこにもない。死は望んでも得られぬ承継の対象へと変わり、私の人生を蝕んでいった。そして次第に死そのものが私の望みとなったのだ。1000年ほど前のことになるか。それはすなわち私が最も死を求めていた頃でもある。私は真なる死を求めてソウルエッジをこの手に握ったことがあるのだ。知識、力、闘争心、その頃の私は全てに自信を持っていた。だが終わった見れば、そこに慢心があったことは認めざるを得まい。邪剣の傀儡となった私は命の尽き果てるまで戦い抜いた。何のために、陽の東西を問わず戦乱の絶えぬ時期だった。ある王朝の建立のために力を振るったとだけ言っておこう。老若男女、あらゆる体を経験した私だが、あの時ほど力のもたらす純粋な喜びを感じたことはなかった。そして邪剣の力をもってしても、私は輪廻の鎖から解き放たれなかった。死して後、私は再びこの世界へと生を受けたのだ。